どうもこんにちは、宣伝部長の小市です。今日は大津彩香大暴走ってことでお話をしていきたいというふうに思います。というわけで、昨日もですね、内部分裂したんじゃないかということでお話をさせていただいて、ちょっと加えてさらにライブ放送の方もね、やらさせていただいたんですけども、お越しいただいた皆様ありがとうございましたって感じで、まあ割と結構皆さん怒ってらっしゃる感じではありつつ、 まあでもやっぱ終盤に向かいつつあるのかなと思っていてまあ、当初からね予測はされていたんですけれどもこれってどっかで利害がバッティングするとまあ分裂するんじゃないかと言われていたわけなんですがまあ事情はよくわからないんですけれどもああ少なくとも何,何かで揉めてるのは間違いないなっていうところまで来てますと。 はい、でその一部話が漏れ出てきてるのでその辺りをご紹介していきたいんですけどまあ一番の注目はですねなんか大津さんが何かまあやったりあるいは大津さんに対して ある種の攻撃っていうのかな批判が集まると、まあ、そうすると何も言わなくても黒川さんとヒロシさんが大騒ぎして、まあ、かばうみたいなことがあったんですよね。まあ、場合によっては動画を出したりっていうのがあったんですけどなんかどうもこの内部分裂っぽい動きが起きてからもうだんまりですねここ沈黙っていう感じでね、まあ、黒川さんに立ってはとかヒロシさんに立っては、まあ、そのこの代表権騒動がほとんどメインの こう発信だったんですけど最近別のものばっかり開けてるという形で「おいおいどうした?」みたいな形になってるのは現状でございますでこの情報をもたらしてくれたのがですね、はい、こちらのエンターテイナー荻原さんという方で。 まあ以前はなんかコレッコロさんとなんか揉めたりとかですねまあいろんな炎上騒動で時々出てくるって私はそういうイメージなんですけどまああと,あと Z リーサーの暴露とかもすごかったですまああれも未だに本当かそうじゃないのかについてはよくわかんないとこありますけどまあいずれにしてもですねなんか えっと広シさんとはな仲がいいということでそことのやり取りっていうんですか、ね、広ヒさんとの電話もの内容も公開されていることから考えてもどうも広ロさんも大津さんの扱いには困ってるんじゃないかと伺えるようなまあそういった内容だったわけですねで当然そういうのも公開してるわけだからこれが嘘だったらね明らかに広ロさんとか黒川さん黙ってないじゃないですかでも沈黙という形なのである一定の何かのなんて言うんでしょうねまあ あの黙るだけの要因があるのかなっていうふうに思ってるという感じですね。はい、というわけなので本日は折、えっと、原さんがおっしゃってることを振り返りつつこの内部分裂問題を扱っていきたいというふうに思います。 はい。というわけでね、えっと、折原さんがですね、いわゆる今回の、まあ、いわゆる大津さん問題に関して突っ込んでるところをね、インスタのストーリーでまとめておられたので、まあ、そこをちょっと振り返りながらちょっと追っていきたいんですけど、ちょっとわかりづらいかもしれませんが、えっと、一つのインスタストーリーを載せちゃうとちっちゃくなっちゃうんで、上下でね、上の方が左で、下が右みたいな。 まあ、そういう感じですけど、まあ、とりあえず、ザザッと行くんでね、まあ、この辺りは、まあ、とりあえず、写真ぐらいを見といてもらえばいいのかなって感じで、まあ、先日の、えっ、ー、と、ありましたよね、このパーティーがね、いわゆる、こうど、どうなんだと、サリンをまくって言ってた人物と撮るのはどうなんだって話ですね。まあ、これについて、 でまあこ,こんなのと一緒に通るのはまずいでしょみたいな普通のことをおっしゃっていてでまあ取ったのはいいとして普通はそこで取った後にごめんなさいしなきゃいけないのにそこを開き直ってるからまあまあそ,そこについてはヒロシさんもかそ,そういうのはなんか連れてっちゃダメでしょみたいなまあ結構割と真っ当な批判をここでしてるんですよね。はい、という形ででいうことですね。ままあ、まこのの件でさんもまああしていいるととうのがまあ続くと でえー、とそしてどうも広ロさんに電話したみたいでいろいろおかしいですよっていうことを説明したところどうも分かってくれてまあ友達としてヒロシさんらしさ消えて寂しかったからヒロらしく頑張ってほしいというところですかねで一方で大津さんには喧嘩を売るという <laughs> 形ですねまあまあいろんな方でどの立場でこの問題を見るかによっていろいろ見え方はわかる変わるんですけどまあヒロさんの友達としては大津さんが広ロさんを巻き込んだ ってい,まあ、いいいいううかまよよに使い上がっってててて見えてるってことですよね一般的に言うとまあ、大津さんの周りに大っさんのまあ、地名最近なんていうか代表権だったりまあ、そういったことにを利用し,しようとしてる人が集まってきてるようなって見方の方がどっちかってうと多いとは思うんですけどね。はいというわけであくまで折原さん視点ってことですね。でえー、っとですね はいで続いてまあこっからがまあ割とその内部分裂問題についてあの触れられてるとこが出てくるんですけどいわゆるこう秘書なんていう罰ゲーム広ロに与えやがってっていうことでねまあこれは広ロさんが突っ込んでた気もするんですけどねはいまあまあ で、えー、と内部でも分裂して身内に逃げられて大変そうだなってことでねまあここを言ってんですよね内部で分裂して身内っていうのが誰か分かりませんけどもまあとりあえず逃げられて大変そうだと支持者も身内も逃しちまってわらわらっていうことでねあの要はあの支持者と身内って分けてるじゃないですか支持者っていうのはそれなりにいるから分かるけど身内ってことは まあ、広ロさんとか黒川さんレベルで、まあ、支えていた人っていうことになりますよね。だから、それが黒川さんなのか、あの、ヒ <laughs> さんなのかについては、ちょっと現時点においてはよくわからないって感じですけどね。まあ、広ロさんのことですかねど。どうなんでしょうか。はい。で、で、さらに、えー、っとですね。 ここからは、まあ、ある種大津さんに対する攻撃みたいな話ですね。はい。というわけなので、まあ、はよかったら折原さんのインスタの方のストーリーでね、まとまってるんで見ていただければと思いますけども、はい、という形ですかね。はい。で、えー、っとですね、あと、ここもまた広ロさんの話ですかね。まあ、でも、ここで、えっと、そうですね、広ロさんに、まあ、LINE で、まあ、電話もして、LINE で。 あのやり取りましてこれが広しさんが言ってるやつですね大津黒川コンビそ,その周辺そろそろ抑えられなくなりそうですで今やその周辺もやばくなってますからねで今まで青白王子に反撃しないように僕から頼んでいたのですがさすがにもう限界っていうことで まあ大変ですよっていうやり取りをしていて、まあ、正直なんか本当になんか完璧に大津さん側について何でもかんでもかわってるように見えていたので正直このこれが出てきたっていうのもちょっとびっくりですしそもそもこういったストーリーについて、えー、と大津さんもそれから広志さんも全く否定はしてないので、まあ、これは本当のやり取りであるというふうに推察されますね。はい、という形で,で一方で大津さんに対してですね えっと4日前まで大津さんがね批判されると広瀬は困った顔しながら本当にやめてあげてほしい止めてもらえないかって何回もそんな話を俺らにしてきたって言ってるんですよね。はいというわけでまあえっと広瀬さんにはまあそこから戻ってこいよみたいなことを説得してきたけれどもずっと味方でい続けたって感じでまあ折、えっと、原さん視点で言うと我々からするとかなりまあむちゃくちゃなこと言ってるように見えた広瀬さんがまあ ある種頑張って大津さんをかばっていたよっていうことを言ってるというまあそんな感じですねはいでさらにそんな広重が愛想をつかせたっていうことを言ってるんですよねで始まるのは争いじゃない一方的なクレームによる蹂躙だっていうことを言ってるということで国民の声に声を傾けろよって感じですよね、まあ、一応なんか国政政党の党首って言ってるわけですからまあ国民の声に耳を傾ける義務はあるでしょうねはいという形で そうですね、えっ、ー、とまあこれは田中嶋菜さんに対してかな。でえっ、ー、とそしてこれですねえっ、ー、とそんなに自分がかわいのかっていうところで自分のことを守るためにヒロシや他の人間を尻尾切りに使ったり最,最低限の責任を取らないやつが拉致被害者を救う会に参加するなよっていうことですよね。だから何らかしらの形で尻尾切りに使ったっていう話があってまあここがちょっとポイントなんですよね。これ後でまたご紹介しますけど。 で、えっ、ーと,えー、と、人を助けるなんてこと、本気で考えてないだろうみたいなガキの社会見学にしか見えないんだよって感じで、まあ、ここは、まあ,あ、適切な表現かっていうふうに私はちょっと思ってしまいましたね。はい。というところで、えー、と、これで、あと、ピザを自宅、はい。で、ピザを自宅にまあ届けるっていうところまで、まあ、やってったっていう、まあ、この辺はちょっとエンタメっぽいんですけどね、まあ、途中途中にエンタメが入るんで、まあ、あれですけど、というところ までがまがとめでそれでちょっとそっからさらに進んでですねはいこちらですねライブの方でもちょっと扱わさせていただいたんですけども爆笑と大津綾香のパパが折原さんと話したいらしいのですが連絡先教えてもらっていいですのいいですかと広ロから連絡来るっていうところですかねまあ当主様パパ,パパ上頼ってんのかよっていうことでさすがにありえないですよね国政政党の党首ということを主張しながら まあ今までもそうと思えない行動がたくさんあったわけですけども困ったらパパっていうのはさすがにないんじゃないんですかというところですかね。ちなみになんでそういう状況になっているかっていうこともあると思うんですけど。 まあ要はやっぱり内部からの攻撃が一番まあなんだかんだまあ効くっていうことなんでしょうねいわゆるだから外部から今までたくさんいろんなこと言われてるわけですけどそれについては無視したりあるいは場合によっては粛清したりあの、まあ、ある種自分の支持者みたいなことで固めてってまあ純度を高めていった感じなんですよね。そうでまあそんな中でさすがにかばいきれないっていう状況にヒロシさんがなりそしてまあその周囲の仲間 たちって言ったらいいんですかねが当然内部の事情もおそらく聞いてたと思われるのでまあ、そういった意味において一枚岩と思われたところが崩れてその内部情報みたいなものを出されるのが一番困るじゃないですか内部でこういう話をしていたああいう話をしていたっていうのが漏れ出てると一番困るからまあ、それを出されると困るからパパなんとかしてっていう話だと思うんですねこれ以上はやめてっていうことですよねだから内部の事情を知らない人とか外部からいろんなことがいろんな人言って 言言っっっててますすけどそこははななんかかノーダメじゃないですかはっきり言ってねだけどこんだけ何かこう本当にねこれ本当だったらですよ、まあ、あくまで折原さんが言ってるだけですからまあパパウエが本当に出てきて折 <laughs> 原さんと話をしたいっていうところまで来てるとしたらまあ何か困る事情があったっていうふうに推察され,されるという感じですねはいでここまでが昨日まででそっからさらにですね はいでさらにこれおそらく昨夜ですかね何かお話し合いするみたいなことをおっしゃっていたので、まあ、ここに広志さんがいてこの向こう側に大津さんがいるのかリモートかわかんないですけどどうなんですかねまあいわゆるこう大津さん、まあ、これ撮影した人が誰かって話になっていくとまあ多分折原さんでしょうから折原さん広志さんは少なくともここにいてでプラス。 この先に大津さんが自宅なのか、でリモートなのか、あるいはこの先にいるっていう、まあそういう形で何かお話しされていて、ちょっとここを大きくすると、はいでま大、あ、津さんとね話してる広ロの飛んでる顔やばすぎということで、まあ、相当やばい状況ですと。で、多分4時間近く話してたんじゃないかなということですね、4時間も話してたと。 でさあ全部整っていた整ったけどどうやって動いていこうかなって感じで、まあ、一応なんかどう動いていくかっていう戦略が決まったってことで一応内部,内部分裂仕掛けたけど元に戻ったってことになるんですかねで結局ドンパチやっててクソ笑ったということで2人でやり合ったってことですかね、えー、広志は戦争ばかり言うし言いそうですよね <laughs> あの <laughs> 戦争なんだよもうやる,かや,らや,らやるかやられるかみたいなね でそれから大津さんも飛んだ話をするし次から次へといろんな名前出てくるしとんでもないなということで誰でしょうねはいでひろしも黒川さんもこの状況じゃしばらくだんまりだろうな俺も動くなら週明けかなっていう感じで一応長時間の話し合いがなされたけれどもどうなんでしょうねまあ現状まとまんなかった整理はされたけど ま,あのま,まとまんなかったどういうことだ <laughs> 状況は整理されたけど動くに動けない状況だということですかね。だからまあ一応ウルトラ C としては陶器が万が一ですけどあの通らないとかね。なんかそういうウルトラ C にお願いみたいなのいうのを待つとかっていうのがあるんですかね。まあ、ちょっとその辺は、まあ、どういった事情かよくわかりませんけどまあまあ大変な状況にあると。まあはいという状況で まあこれがまあ本当かどうか置いといてまあでもこれがなんか虚偽の情報だったら今までの流れから見てですねヒロさんとか黒川さんとかの辺りが大騒ぎするんでまあそこがまあ明らかに沈黙しているのでまあ黒川さんが一発だけちょろっとなんかあのヘナチョコパンチみたいなやつ出してましたけどまあそれぐらいのもんでまあ今までやったらまあ大騒ぎするところがそうもなってない反論もないっていうところなんでまあ明らかに。 中で分裂したのかあるいは何かがあったのはまあ間違いなさそうっていう感じですね。まあそんな中でいわゆるこう責任転嫁みたいな話があったと思うんですけどそれはね多分皆さんもお気づきだと思うんですけどあれですねあれ。 はいえっとこちらですねえっといわゆる大津綾香さんのいわゆるこのね私はは全く関与してないいことをツイート事件ですね、はい、だからこれはなんか大津さん側から連絡があったよっていうことを丸山穂高さんがライブの中でちょろっと言ってしまってあれわざとかもしれないですけどねでそれがある種拡散されて大津さんの耳に届きデマですって言ったらそれに対して丸山穂高さんがまあいやいや一応こういうねお おたくんとこの公式と思われるところから連絡来てるよという話をしたんですけどいやいやいや私は全く関与してないっていうことを言っちゃったということですね。 で、えっ、ー、と、そして事務局長なども勝手に彼が名乗ったことで厳重注意いたしましたっていうことで、まあ、傍から見ててもいろいろ無理があるよねっていう感じだったし、そもそもこれが本当だったとしても、やっぱり自分が当主であるわけだから、まずはごめんなさいから入るのが普通なんじゃないって話ですね。まあ、でも結局こればっかりですよね。例のその、えっ、ー、と、パーティーで、パーティーですね。あれ、パーティー2つの問題があって、1つは、その、まあ、サリを巻いた人、巻くって言った人と一緒に写真を撮ったと。 でこれはまあまだいい,い,いかもわかんないけどまあいいやそれがそれについてえっと ななんんんかかかかそそのかるわわわるけけねえじゃんととうういう反論とかがあったわけですけどでも結局それは取ったことっていうよりも取った後の行動が問題でちゃんと政治家としてあるいは国政政党の党首としてまあ何かそのちゃんとした発信がなされるべきだと思うんですけどいやいや,いやみたいな別に大したことないしみたいなむしろえっとなんだっけえっと N 国内にはなんか逮捕された人がとかなんか執行猶予の人がいるからねみたいな感じでまあ論理すり替えをやってたりするわけですよね。 そう、まあ、まあそういうのもありつつですね普通で言うとまあ周りの人間が呆れてもおかしくないような出来事がいくつもあったんですけどこれがでもあの大津さんの指示によって折、ね、原さんの話をき見てると大津さんの指示によってなされたことなんだけれどもそれをまあ,ある種この事務局長っていう方が勝手にやったっていうことで、まあ、ぶん投げたってことですかね。 はいまあこれはあくまで折原さんが言ってることからさらに推察した話なんでまあ合ってるかわかりませんけどね。でそのまあでも仮にそうだとするならばですよ内部ぐちゃぐちゃになりますよねそんなもんね。だしもうちょっと言うとなんかやっぱりこれは困った裁判の結果を受けて。 下手すると、なんか自分たちに有利な判決が出ると思ってたんですかね。まあよくわかんないけど。立花さんが言った通りの判決が出てるから、さすがに焦ったんですかね。その辺がちょっとよくわかんなくて。で、焦った結果、どうしようどうしようってみんなで話し合って、ちょっと和解交渉しようかみたいな話も案の中で一つで出たと思われるんですけど、まあそれをまあ実行したところ、なんか怒られたっていう話なんですかね。まあわかりませんけど。まあそれが流出すると思ってなかった。 かどうかとかわかんないですけど要するに自分にとって都合が悪くなったらまあ要するに部下のせいにして私は関係ございませんって言ってるっていうことなんでねはい、まあ、いずれにしてもですねこれ本当に仮に事務局長さんのまあ暴走だったとしてもこういった発言そのものは代表としてはもうちょっとアウトっていう感じだと思いますけどねはいということですねでその後例のこの長文書ですね今回これはさすがに読みませんが大津さんの方に行ってみてくださいって感じでね まあいわゆるこれを読む限り私としてはもう本当に支援としか思えないしなんかそのやっぱりこう国政政党の党首ってずっと名乗ってるんですよねそうすると自分が何かしなきゃいけないとか誰が何か困ってるかっていうことについて、まあ、1ミリも考えてないじゃないですか自分のことだけですよここの文章から読めることはねだからまあ正直自分のわかんないですよプライドなのか何なら引けない事情なのかその もともとの根本はよく分かりませんけど、これを読む限り、ちゃんと党を運営しようなんていうところは何一つ見えてこないですね。で、一方では自分たちが乗っ取った時の夢を語りみたいな <laughs>、それは絶対やれないよねみたいなことがいっぱい語られてるわけですけど、まあ、いろんな意味においてちょっとやばいわけで、まあ、それは周りも逃げ出すよねって感じだと思いますね。はい、でそれに対してまあ 斉藤さんがさすがにブチギレたっていう話は先日もご紹介させていただきましたっていうまあそんな感じですよね。はい、ということでまあとりあえずえっとまあ現状内部内部内部分裂問題についてはそういった騒動でありつつただなんかあっち界隈もなんか知り合いが多くてだからこう大津さんになんとなくみんなついてたんだけれどまあ今回の件でひろしさんが。 を助けようとしてまあこう折原さんがこう動いてる件でまたそっち界隈で大津さんの味方をしている人がとバッティングするじゃないですか。だけどう、うんみたいな感じになんか <laughs> なっていてまあなかなか興味深い現象になってますけど。 まあいずれにしてもですねやっぱり大津さんがやっぱり最初の方に言っていた思っていたなんかひょっとしたらピュアだったかもしれないその思いというものはもうかけらもなくなってしまったように私には見えますね少なくともあの文章を読む限りね、まあ、本人がとにかくまああんまり言葉を発しないんでねまあやるとしたらほぼほぼツイッター上だったりするんでねそれこそ総会に出てきてですねあるいは自分で総会をなんかこう やってでやる上にお,おいての自分の発信等々もまあやればよかったしまあど,どういった投影をするかっていうことについても周知をして党員の皆さんに理解を求めるとか含めて職員さん含めてね、まあ、それはまあとにかく何もやってない上でで講座は要するに何かもうい動かしませんみたいなある種嫌がらせにしか思えないようなことをねずっとやり続けるって言ってるわけ宣言してるわけですからまあ、そこについてはさすがに今まで黙っていっ 来た方々もまあブチギレてるという状況ですねまあ結構最初はほら立花さんがいなんかこう救おうとしてたから周囲が黙っててでさすがにキレて周囲もちょっと文句言いだしで斉藤さんはさすがにずっと黙ってたんですけど斉藤さんまでちょっと怒ってるって感じになるとじゃあ,まあ周囲ももう,もういいだろうみたいな感じになってるんで、まあ、ある種まあ優しく見てたっていうかそもそも立花さんがね あの国政政党党首にいきなりまあ任しちゃったっていうところから始まってるからまあ私もそうですけど多少同情的に見てた側面もあるわけですけどまあそれがあのツイッターの文章によって私はもうゼロになってしまったっていう感じでまあそういう人がちょっと多いかなっていうイメージがあるので。 まあこれ以上本当にただの修羅の道っていうんですかね地獄の道でしかないのかなっていうふうに私は思いますけどさあ大津さんはどうするんでしょうかこの動画が出ている頃に何かいい方法で解決してるといいですねって思いますけどどうなるんでしょうということでした以上ですご視聴ありがとうございましたチャンネル登録もよろしくね